みなさんこんにちは、千秋です。こんにちは、ゆうこです。いいって今実は妹の、化粧道具を使って妹にメイクをしていただいて、していただいてるってなんで敬語使うの。いや、待ってくれましたね。卵とソーセージとお野菜と、うんうん、ベーコンにパン食べたの、朝食渋谷で。おー、いいね、ちゃんとしたやつじゃん。なんかさ、魚の骨がかかってる。魚食べたさあ、してもらってるところなんですけども、今から付け比べをしたいビューラーは100均のこのビューラーと、はい、もう一つは、うん、これね、イギリスのプライマークっていうお店で、そう、ワンパウンドで、まあ、100円150円ぐらいのやつ持ってて、はいはい、とあとこちらは人気の資生堂のビューラー、うん、でもう一個ね、口コミを見てこちらも買ってみました。人へ奥二重用カーラーって書いててね、なんかこのアットコスメでも人気のビューラーなので、こちらも買ってみました。ゆうちゃんにフォーカスして、これにフォーカスするけどあ、すげえ。こちらです。この資生堂は結構ね、人気ってのわかるじゃん。これ、うん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 、資生堂は800円でしたね、私みんな800円みんな800円じゃあみんな800円の方が高かった。これは1500円です。なんていうの、パッケージも可愛かったし、私奥二重なのでこのね、フィットカーラーいいかなと思って、でこのお肉を持ち上げて、まつげの生え際にこう入って、で根元からカールするらしいです。じゃあ付け比べ、うん、やっちゃったけど、あ、違う気にするの、あ、違う、3つ目が3つあるの。あ、本当だ、どうしよう、どれがいいですかじゃあ、まあ、お、ラブリー、Thank you。 じゃあ、これは100円のものから使ってみます。いきます。ちょっとこんぐらいやった方がいいかな、うん、これね、使っててあんまりいいと思わないんですよ。一回やってちょっとだけ上がったかなみたいな。そうで、上がるね。でもでもこんな感じ、上がってる、上がってる、うん、でもなんか均等じゃないっていうか、そう、弱いのかな。で、一応2回に分けてビューラーします。曲がってるけど、うん、なんだろう、綺麗なんだろう、ちょっと、ね、近くで見るとこんな感じで、なんか均等じゃないっていうか、そう、まあちょっと曲がってるかなって感じ。はい、資生堂を使います、うん、なんかどうだろう、形的にはこれ100円ですね。で、これ資生堂、横から見た感じはちょっと似てる、まあ100均の方がギュインって、うん、結構曲がってるようには見えるけどね。じゃあ、資生堂使ってみます。こう見た感じと大きい、100均が、100均のこのカーブが大きい感じがする。逆にこのちょっとさ、なんていうの、浅めのカーブの方が合うのかな、この私たちの、あ、人の目によるのかな。そう、いきますね。いい香り。何の、分からん。左がで、一回やると結構上がらん、見て、左が資生堂、2段階に分けて、エルモと遊んだか、ダメダメ、カールが綺麗になるのは資生堂かなって思います。どうですか、ゆうちゃんかわいい。あ、でも、え、ん、全然違う、こっちがバサッて上がってそう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 、綺麗で、なんかね、これ使った時も、あ、違うなってすぐ思ったんですよね。そう、すぐね、フィットするっていうか、そうするとこういう風に、ほらほらほら、こっちの方が綺麗に上がって、ほらほら、あ、待って待って、でも横から見たらもうさ、向こうの方が曲がっているだよね、うん、綺麗に、なんか曲がりやすい、やっぱり資生堂が。そうで、じゃあ今度これ使ってみようかな。ここがちょっと下がってきたので、ここのまつげでこれを試します。はい、眉毛がおかしいのは妹のせいです。おかしくないよ、前のあの眉毛よりは前の眉毛っていつですか。前のイギリスでお姉ちゃんが送ってきたさ、うん、あれ、お、妹に電話をしてみたいと思います。そして、CA を辞めて YouTuber になるという嘘をついてみたいと思います。おかしくないよ、前のあの眉毛よりは。これは今まで挟めなかった短い毛までキャッチ、
一気に挟める。本当？まつげが途中で折れない。 OK、 やってみよう。なんか長い。いきます。あ、待って、はい、結構肉挟む。肉挟むっていうか、ね、結構間近までフィットする。お肉を持ち上げ、まつげの生え際見える。あ、フィットするよ。見て、こんなに見て見て、ちょっと見て、結構入ってない。本当だ。で、一回、あ、あ、お、あ、松葉したみたい。あ、すごいいいんじゃないこれ。あ、あ、え、すごくないこれ。めっちゃすごい。全、およ。おお、これ一回だけでこのぐらい。あ、めっちゃ良い。綺麗に、なんか松葉みたいな、うん、なんか向こうはまばら、うん、曲がってるけどさ、うん、まばら、なんか残ってる、上がってない毛もあったり、うん、ね、している気がする。確かに、ちょっともう一回やってみよう。全部上がってるもん、こっち側。すごい、すごい顔これ。でもね、これつけた側からするとこうね、すごいこのまぶたのギリギリまでこう入り込むんですよ。で、ちょっとね、このお肉をこう挟む恐れがあって、うん、あ、でも、ね、ちょっと挟んじゃったの。まぶたのお肉を持ち上げ、だからこれを使うときはちょっと気をつけた方がいいかもしれない。グッてやっちゃうと、そう、挟んでしまいそうな。このカーラーの中央先端の盛り上がりで、まつげの、何これ、まつげにかさぶった、かぶさったまつげにかぶさったまぶたをアイホールの奥に押し上げると、隠れていたまつげの根元から見える状態になります。なので、例えばこの真ん中でグッて押して、で、やる。あ、ちょっとね、挟む。かなりギリギリまでこれ、そう、フィットするから、うん、根元から上げてくれます。どうした？これ結構いい。はい、こんな感じです。この3つだったらゆうちゃんどれ買うんでしょう。これが100均で、これが一番最初に使った資生堂、うんうん、で、これが2番目に使った、これはなんて言うんだろう、アイプ、そう、3番目のやつ。はい、で、このね、3番目のやつは2つ、これがついてきます。色もね、可愛いよね。ここに最初についてるのはピンクです。最初についてるのはピンクで、そう、これね、おまけに2つついてくるね。これ嬉しいね、2つついてくる。私は一番こっちの方が好き、うん、なんかすごい、あの、綺麗に上げてくれた。いいね、うん、1500円価値がありますね。すごい、全然使い心地が違う。やっぱり違うんだ、うん、今までそんなさ、気にせずにビューラーは100均でもいいかなと思ってたんだけど、仕込み見てでも資生堂と、あとなんだっけこれ、要は私が使ってるのがカネボー、カネボーがいいって書いてあったから、うん、でもね、それ以上にいいものが、うん、これね、いいね。私これだな、高いけどね、1500円高いけど、なかなかでもさ、詰め替えが2つもついてるから結構持つんじゃない。うん、オッケー、ゆうちゃんどれですか。これこれ、私たちのお気に入りはこちらです。はい、はい、はい、ってことで、この3つのビューラーの使い比べは皆さんいかがでしたでしょうか。はい、私たち姉妹はこのタイプ、名前なんだっけ、はい、こちらのビューラーが私たちのお気に入りです。お気に入りです。これがね、一番使いやかった使いやすかったし、すごいね、やっぱり上がる。上げ上げでいきましょう、人生上げ上げですから。今日もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。私のインスタグラム、そしてゆうちゃんのツイッター、あ、ツイッター、ツイッターフォローをしてくださったらすごく嬉しいです。チャンネル登録、そしてチャンネル登録の隣のベルボタンも押してくださったら、私のビデオが公開された時に通知がいきます。はい、皆さんが興味のある使い比べとか、こうファンデーションとか下地の付け比べで気になる商品があったら、ぜひぜひ下のコメント欄で教えてください。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。